そして始まってしまいました。ここ一番楽しみにしていた人も多いと思います。原口健人選手、VS、山崎秀明選手、どっちも教授を持ってますからね。意地でも負けられない。山崎選手は負ければ2連敗となってしまいます。山崎選手、真っ赤なガウンで入場。見ちゃっていいんかねはい、これ見ちゃいましょう。1ラウンド、お互い、蹴りを蹴り返すところから始まり、山崎選手が駆け蹴りを出すと、なんと、原口選手、山崎選手の得意な駆け蹴りを蹴り返す。山崎選手、大きく振っていく。 得意な距離は同じと、雅人さん。間合を取り合っていると。原口健人選手、残り30秒で、二段蹴りでぐっと距離を詰め、パンチ連打。右のオーバー気味のパンチ。これが山崎選手の顔面を捉え、さらに追っていき、ダウンを奪う。立つ山崎選手も、原口選手、ラッシュ。ここで再びダウンを奪うも、うここで1ラウンド終了。2ラウンド原口健人選手、出る出る。 打ち合いの中、山崎選手も手を出すが、原口選手のまとめ方の方が上回っていて、ガンガン押していく。山崎選手、聞かされつつも手を出すが、原口健人選手に押し切られ、ここでレフェリーが止め、原口健人選手、TKO 勝利となりました。原口選手、なんだかんだでノーダメージか、息も乱れておりません。マイクは、山崎選手に試合は勝ったが、これからも山崎選手を憧れ続ける。ありがとうございました。 これからも、ライズを背負って、日本を盛り上げていく、でした。マサトさんは、原口選手24歳とは思えないほどしっかりしている。審議タイガー充実している、と。